はい、どうもこんにちは、ゆきおです。今回はこちらのミニプラを組み立てていきます。騎士竜戦隊竜ソージャーのミニプラ、騎士竜合体シリーズ01、騎士竜王3ナイツセットです。ではパッケージを一瞬見ていきましょう。横、そして反対側、背面、天面、そこは何もないですね。こちらの面は、ティラミンゴから騎士竜王への変形パターンが載っていて、裏側は騎士竜王3ナイツが載ってるというね、どっちも表に見えるという仕様になってますね。では早速開けていきましょう。これね、厳重にテーピングされてますね。3方向からがっちり止められています。これはセット売りで売ってるやつを開ける人がいたからかな。多分そういう感じで強化されてるんでしょうね。開けるなよっていう意思が伝わってきます。はい、中身の箱は大まかに見て2種類ですね。番号は全部違うんですけどね、番号以外は1、2、3番はこちらの箱、そして4、5番がこちらの箱になります。箱の全体を見ていきましょう。横は一緒ですね。後ろも一緒ですね。違うのは表だけ。上は番号がそれぞれあります。下は一緒。では1番から順番に組んでいきましょう。はい、1番のランナーはこの2枚ですね。そしてシール、さらには、このように合体方法ですね。各種騎士竜王への変形合体方法の説明書が載っております。今回のね、騎士竜王はいろんなパターンの合体があるので、説明書にももう1枚紙が必要なぐらいですね。あ、しかし載ってるのは騎士竜王トリケーン、騎士竜王アンキローゼ、そして3ナイツと3パターンのみですね。あ、あとフォートレスですね。この4パターンですね。それ以外のいろんな変形パターンは、ミニプラの方には載ってないみたいですね。デラックスの方にはいろいろ載ってましたね。いや、しかし普段スーパーミニプラばっかし組んでるんで、久々にミニプラを組むとね、部品の少なさにびっくりですね。1番の説明書はこんな感じです。はい、1番完成です。はい、2番の中身はこんな感じです。そこそこの部品数ですね。2番の説明書はこんな感じです。はい、2番完成です。はい、3番の中身はこんな感じです。あ、こちら忘れてましたね。3番にはこちらの部品もついております。3番の説明書です。はい、1から3番でティラミーゴ完成です。そしてこちらにキャノン砲の代わりのね、ダミーパーツがついております。こちらを一応つけておきましょう。なぜダミーパーツかというとですね、実際のキャノン砲は4番のトリケーンに付属しております。だけど1から3番でね、一応ティラミーゴと騎士竜王が成立するようにね、このようなダミーパーツがおまけでついております。はい、4番の内容一覧はこんな感じです。説明書はこんな感じ。はい、4番完成です。5番の中身一覧はこんな感じです。4番と同じぐらいのボリュームですね。説明書はこんな感じ。はい、5番完成です。
はい、では完成したので一緒見ていきましょう。全体はこんな感じです。まずは本体についているダミーパーツを外して本来の武器パーツを取り付けましょう。4番についていた本物のキャノンとダミーパーツを取り替えます。合体位置などはデラックスと同じですね。ダミーパーツのドリルも5番についていた本物のドリルと交換します。これでティラミーゴが本当の完成ですね。さあ、それではティラミーゴを近くで見ていきましょう。この足の開き具合とかね、やっぱり関節がついてる分デラックスとはかっこよさが違いますよね。足が広がるだけでやっぱり全然違う。可動箇所を見ていきます。まずは口の開閉ですね。そして前足がこのように動きます。ロボット陣のね、腕も動くんですけど、ここはティラミーゴでは動かさない場所ですね。そして足は変形の恩恵もあってこのように動きます。そしてデラックス玩具になかった関節として、足が左右に開きます。水平近くまで開きますね。そして膝の関節、ここも本来のティラノザウルスとは逆方向なんですけどね、このように曲がります。ロボットモードの時の膝ですね。さらに膝部分にはロールも入っております。そして足首全体もこのように動いて、さらに左右角がこれぐらいつきますね。前後角はなしですね。はい、デフォルトのままだと前後角なしなんですけど、ここに突起が見えますかね、ちょびっと。この突起がここと反対側にもあって、この突起を削るとですね、前後角が動くようになります。製品の状態の時点でなぜロックがかかってるかというとですね、ここから先いっぱい合体していくときにね、体重を支えれるようにね、デフォルトでは動かないようになっているんだと思います。改造次第では前後角も動くようになります。あとは変形の恩恵で体をひねることができます。次はトリケーンを見ていきます。トリケーンは頭部がボールジョイントになっていて、このように動きます。そして、背中の突起物ですね、後ろの方、これもこのように動きます。はい、トリケーンはこんな感じです。アンキローゼは尻尾のハンマー部分が回転、まあそれだけですね。これはデラックスとほぼ変わりなしですね。大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいになります。デラックスと比べると大きさはこんな感じです。それではティラミーゴをキシリウオに変形させていきます。まずは背中のキャノンを取ります。そして尻尾を取りましょう。そしたらここの斜めの部分ですね、こっからボディを反転させます。そしてボディを起こします。腕を下ろします。ドリルの角度を変えます。手にキャノン砲をつけて、背中に尻尾をつけて、最後は顔を取り付けて完成。はい、それではキシリウオを一周見ていきましょう。全体はこんな感じです。デラックスと比べても遜色ない出来ですね。元からキシリウオってこう色分けがねあんまり多くないんですけど、それの恩義もあってかかなり忠実に再現されてますね。では可動を見ていきます。まずは頭部、ここはボールジョイントですね。このように動きます。肩、まずは1回転、横へのスイングはこんな感じですね。頭部にドリルが当たってここまでって感じですね。頭部がもしなければ、これぐらいまでいきますね。肩の下でロール、そして肘はこれぐらいですね。90度まではいかない。拳にもロールがあります。腰は1回転可能ですね。
足の前は、お、結構いきますね。前はこれぐらい。後ろも結構いきますね。こんな感じで。そして、横もいきますね。そして、膝でロール。膝の角度は、90度よりかは曲がりますね。足首の角に関してはティラミーゴで説明した通りですね。ポーズをつけるとこんな感じです。デフォルトの状態ではやっぱり足首がね、こう前後に動かないので、ポーズ付けはかなり限定的になってきますね。それでは騎士竜をトリケーンへ合体させていきます。あ、なんかホイールシールの派手さも相まって、なんかデラックスよりかっこよく見えますね。こんな感じですね。角箇所は騎士竜王のまんまなので同じですね。はい、騎士竜王トリケーン、こんな感じでした。次は騎士竜王アンキローゼですね。はい、騎士竜王アンキローゼ完成です。全体こんな感じですね。相変わらずこれが謎物体ですよね。なんでこんな状態にしてるんだろう。デラックス玩具同様、騎士竜王フォートレスへの変形も可能です。さあ、それでは騎士竜王スリーナイツへ合体させていきましょう。まずは腕のキャノンを取り外します。そしてトリケーン前半分とキャノン砲を合体させて再度腕に取り付けます。反対側もキャノンを取り外してアンキローゼの前半分とキャノンを合体、そして腕に取り付けます。次は肩ですね。肩のドリルを外してトリケーンの後ろ半分と合体、反対側もアンキローゼと合体させて再度取り付け。はい、これで騎士竜王スリーナイツ完成ですね。デラックス版もかっこよかったけど、やっぱりミニプラ版もかっこいいですね。全体はこんな感じです。はい、近くで見るとこんな感じです。よくできてますよね。そして、ね、大きさも、質感もね、旧レンジャーの頃、もしくは獣王者の頃に戻ったような感じですね。ルパパトのミニプラはちょっと小さすぎたってイメージがあったんですけど、今回は、それよりか大きく2年ぐらい前のサイズに戻ってますね。これはいい感じですね。稼働に関しては騎士竜王と同じなので、割愛します。大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいです。デラックスと比べるとこんな感じです。他の戦隊ミニプラと比べると大きさはこんな感じになります。はい、というわけで今回は騎士竜戦隊竜ソージャーミニプラ騎士竜合体シリーズ1騎士竜王スリーナイツセットでした。レビュー中にも言いましたけど、大きさがねルパパトに比べて多少でかくなってるのが今回はちょっと満足感がありますね。あとはね、各関節が動くところとか、いつものね、ミニプラらしいところはそのまま残っているので、いい感じですね。反面、デラックスのように、パチンパチンってはまるようなジョイントではないので、結構ポロリするので、その辺は結構ストレスになることもあるかもしれないですね。
まあ、それはね今回のミニプラに限ったことじゃなくて過去からねもうずっとそんな感じだったので、まあ、ミニプラの仕様ということでしょうね。あとはねこのおまけのダミーパーツですね。これがねちゃんとジョイントがついているのでね、使いようによっては今後面白いことになりそうな気はします。このおまけはね俺合体に使えそうですね。たださっきも言った通り、パチンパチンとはまるジョイントではないのでね、例えば、ここにねドリルを2つつけて砲台をつけてとかこうぐん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 伸ばしていくようなやり方はちょっと関節というかジョイントが耐えられないですね。そういう遊びは、ミニプラの方ではできないようです。あと足首の改造ですね、やるかやらないかはあなた次第です。僕はねやらないかな。まあ、ケレン味のあるポーズをつけたい人以外はいじらない方がいいと思います。今回はそんなところでしょうね。はい、これ以外にも、竜ソージャーのおもちゃプラモいろいろ動画上げておりますので、よかったらそちらの方もご覧ください。あとはチャンネル登録高評価コメントなどもお待ちしております。よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきよでした。正義に使え闇を立てきし竜戦隊竜ソージャー。